まあ、幼稚園生だとまだちょっと昼寝とかっていうか、まあ、寝る時間が長いから、長いじゃないですか、当然。多分10時間くらい寝るよね、普通。寝させなきゃいけないですよね、逆に。なんで、まあ、子供のリズムって、ね、子供の生活習慣は私もぴっちり、時間決めてました。で、もう寝る時間っていうのも決めてたら、もうそれ以上は絶対にどんなことがあっても起きておかせないというか。だから、その親の都合で、まあ今日はちょっと遅くなっちゃったからとかって遅くまで起きてたりとかっていうのは、させなかった。で、しないとやっぱり、なんか子供のまあそのタイムスケジュールみたいなのって、やっぱりこう、なんか筋トレと一緒だから、やっぱりちょっとこの習慣なんできちっとしといてあげないと、やっぱなんか、なんていうのかな、昼間にこう、うるさく泣いちゃったりとか、落ち着きがなかったりとかっていうのがあるから、やっぱすごい寝させるっていうのはすごいなんか注意した。とにかくたくさん寝なさいっていう、寝させることに今注意したし、あとその、なんていうのかな、このタイムスケジュールって結局、親のタイムスケジュールがダメだとダメなんですよ。要は、親の見積もりが甘いと、やっぱりどうしてもそのできないし、で、もちろんその時間的に、まあ、いっぱい習い事してるとかもあると思うけど、例えば移動の時間が長いとか、あと、まあ、なんていうのかな、こう、自分が、例えば料理してる間の時間帯に何もさせてなかったりとか、例えばね。そういうので、こう、大人のその生活パターンでやらなきゃいけないことと、その子供がやるべき時間のパターン、時間がこう合ってないから、このどちらかが待ちの時間みたいなのになってると思うんですよね。そうすると時間がないんで、で、例えばアメリカの、お母さんなんてほとんど共働きだから、だからもう本当にもう帰って、学校から帰ってきて6時から9時くらいの間のもう本当3時間くらいしか子供と接してないんですよ。で、あとはまあ車の運転中の送り迎えの間に話すこととかっていうので、やっぱその短い間でどれだけのことを、まあ、教えたりしつけたりいろんなことをしていかなきゃいけないから、そこをどうするかっていうふうにすると、その中のそのたった3時間しかいられない中に、自分のご飯を作る時間とかが1時間とかあったり、洗濯してる時間とかがそれで 1時間半とかあったりとかすると、もう子供との時間って1時間半しかなくなっちゃうじゃないですか。だからそれがその時子供といる時間の間にしなきゃいけないことなのかって言ったら、別に前の他の時間でもできるわけじゃない？早く起きて例えばやるとか、遅くに洗濯機ますとかっていうふうなことができるので、だからもう働いてる人なんか特に、もう自分がいられる時間を逆算すると、そこにやらなければいけないことを先に突っ込んで、あとは自分一人の時にできることっていうのをこうバーッと分けていかないといけない。それじゃないと、まあ仕事もできないし、子供、子育ても家庭教育もしっかりできないからって。で、結局24時間の時間って、まあみんな同じじゃないですか。だからその中で、今この時にこの2人がきっちり揃ってる時にやらなきゃいけないこと、で、子供たちとやらなきゃいけないことみたいな感じで分けていくと、その時間の配分がうまくできるようになると思うし、効率よくできると思うし、で、だらだら長くいってもしょうがないから、だからなるべく、こう効率よく、まあ、ピッとこう進むように、まあ、訓導を受ける必要があるよね。だから帰ってきたら、こうやってこうやってこうして、これをじゃあもうすぐ食べさせられるようにして、お風呂入れて、そしてちょっと、まあ、絵本とか読んだら寝るみたいな感じで、まあ、ルーティンというか、タイムスケジュールをピッとこう決めといてあげて、無駄がないようにしといてあげれば、まあ、だんだんできるようになる、なると思うんですね。だから、まあ、そんなに、なんていうかな、まあ、難しいことじゃないと思うので、お風呂はお父さんと絶対入るって言ったら、もう絶対8時に帰ってきてもらわなきゃ困りますっていう感じだよね、お父さんにね。で、そこじゃないとお風呂入れませんから、みたいな。っていうような感じでも、まあ、ある程度、こう、家族のタイムスケジュールみたいなのが、まあ、決まって誰が何をやるみたいな役割とか決まってないとやっぱできないよ。ね、お母さんがそれを全部やろうとして、そしてしつけもして、なんか家庭教育もして、で、勉強も見てとかっていうふうにするとできないから、なんか例えば、まあ、お兄ちゃんとかお姉ちゃんが下の子の宿題見るとかっていうふうなにもしてもいいと思うし、何かこう、やっぱ自分のタイムスケジュールをまずは見直すべきだね。そうですね。
うん、親が。それここ無駄じゃない、ここ無駄じゃないみたいな。ここ別にこの時間にやらなくてもいいんじゃないっていうのを動かしていかないと、やっぱ、うん、これからやっぱりお母さんっていろんな役割を持つようになるから、そうするとどこでもちゃんとした責任を取ってやらなきゃいけなくなるじゃない？だからそうするとやっぱり時間のタイムスケジュールで問題なんで、で、子供のそのタイムスケジュールっていうのがきちっとパッパッパとこう、この時にはまあこれをやったらいいのっていうふうにやると、結局勉強とかもそうじゃないですか。勉強のね、試験のプランとか、勉強の仕方とかも全部、ちゃんときっちりできる子は、まあ、頭もいいし、勉強もできるしっていうので、で、だらだらやってる子はもう、だら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 時間だけかけて終わってできなかったみたいな。それ同じことなんで、これはちっちゃい頃からまあ、やった方がいいね。うん。ね。そうですね。うん。思います。はい。